マスク、マスク、ある意味新鮮。それなそれな、ルカイさんお疲れ、ありがとうございます。マスク大きすぎる方かな。え、マスクってこんなもんじゃない大きさ。いい感じにフィットしてるね。そうなの。実はお風呂上がりなんですね私は。こんばんは、だって初めまして。お風呂上がりなんですよ。そうなんです、そうなんです。髪サラサラ、やった。そう、髪の毛は洗いました今。今洗ったばっかり。猫キャットさん、うま、ありがとうございます。 GG もありがとうございます。なんだ、友達に若菜ちゃん勧められて可愛すぎますって。本当ですか。こんなだよまだ。じゃん、ほら。出すんやったらいいやんと思うかもしれないけど、そう、別に。ありがとうございます。いや、恥ずかしいですね、やっぱ初見の人もいると考えると。やはりちゃんとお風呂を入る前にやらないとダメですね。そう思います。今日は初めてパック、なんか丸いパックを使ってみました。今日は初めて。猫キャットさん可愛い、ありがとうございます。みんな今まばたきした人は見れなかったかしら。私のマスクを取った一瞬の姿を。スピンでも可愛いからマスクなしでも OK。 でもなんか自分でちょっと嫌なんですよね。恥ずかしいです。バック姿配信もあり、この間したよね、なんだっけ、イベントの時かなにした気がする。恥ずかしい。そう、イベントの時はさ、めっちゃもうすごくすっぴんさらしてたからね、もういいんじゃないかなと思う人もいるかもしれないけど、やっぱできれば嫌なんだよねみたいな、うん、恥ずかしいなみたいな思っちゃうから、できるだけねしていきたいなって思ってます。ダーさん尊い、ありがとうございます。ニコラさん可愛い、ありがとうございます。てれ、うん、早く前髪伸びてほしい。全然伸びないです、突然。悲しい。早くここら辺まで来てほしい、目の真ん中くらいに早く来てほしいですね。その時もまめにはバック姿写真来ました。送っちまいましたね、そういえば。恥ずかしい。もうね、今最近は懐かしい写真を皆さんにお届けするというコーナーをずっと送っているんですけど、写真がないんですよね、ほんまに。なんかあれですね、お外に出たらたくさん写真を撮っておこうと思います。それまで待っていておくれ。でもなんか結構私って写真をいつか使うかもと思って溜め込みがちなんですよ。いつかツイッターに出そうって思ってたけど、もうちょっと時が過ぎちゃって、旬が過ぎてもう送れないなみたいな、写真載せられないなみたいな写真すごく多くて、もったいないなと思ったんですよ。それを今メールでね、大量放出、大量放出っていうほど大量じゃないな、少量、いや中量放出してます。さっき謎のポテチのやつも送りました。そうなの、新規だから懐かしいお感じの写真嬉しいよ。確かにそうだ、最近好きになってくださった方からすると、確かに確かに確かに。自宅ファッションショーを、私のお家は劇場じゃないのでちょっと無理だと思います。ランウェイがないですお家に。下書き供養してんやで、供養させてもろって、たくさん送りますね。もうさ、写真の方がいっぱいあるの、エピソードよりも。どうなんだろう、もう写真だけでもいいのかな。でもなんか文1個くらい欲しいやんな。なんか最近私が頑張ってることといえば、朝、できれば朝1本目のメールに絶対おはようの話をするのを頑張ってるんですけど、
なんかね、私が夕方とかにおはようって送るとさ、みんながさ、え、今起きたのって思うじゃないですか。でも本当に私は昼夜逆転が、もう時間がもうすっかり治っちゃって、朝の本当に8時とかに起きてるんですよ。今日も朝7時に起きたんですよ。だからあれなんですよね。何、あの全然本当にもっと早くから起きてるんだけど、送ってないだけだから、あんま気にしないでほしいなって思います。ほんまに信じますって、信じてくれてありがとう信じてくれてありがとうございます。そう、でもまあ頑張ってることといえばそれですかね。頑張って朝送る朝っていうか、おはようっていうのを送る、唯一頑張っていること。大阪のターサンさん、タツノトシゴありがとうございます。まつげの影どうなんだろう。え、あれめっちゃさ怖くない写真あれ夜に私のさ、なんかあのマスカラリムーバーで、なんか まつげを落とすやつ、マスカラを綺麗にするやつを、綺麗に落とすやつを塗ってる時に影が気になっとったんですよっていうのを昨日送ったんです、あ今日か送ったんですけど、めっちゃウケるよね何の写真って絶対見てないと思うと思うけど、まつげの影の写真です。そう、もうでも昔のやつをね撮れないっていうのがちょっとなんか難点だよね。置いてけぼりになっちゃ う, うで。でも何の写真かと思った、え思うよね。私もだからね全部消します写真絶対自分でも何これって思っちゃうなと思って消しました。もうバイバイっつって、バイバイ思いましたね。だからなんかそういうやつだったりとか、そういうやつだったりとか、そういうやつだったりとかを送らせてもらってます。この中から人手を探すのはすごく大変だ猫キャットさん、人手ありがとうございます。そう、今日はドラマ見たりしてましたね。のんびりしてました今日すごく。でも珍しく3食食べましたご飯を。チェンさん星ありがとうございます。そう、珍しく3食ご飯を食べまして、しっかり偉いぞ。伊藤釜さん、たつの年後ありがとうございます。大阪のたつさん星ありがとうございます。そう、 星じゃなくて明日ご飯をね食べて、お昼ご飯を食べて夜ご飯を食べてっていう、もうなんか結構ちゃんとしたご飯を久々に食べて、ええなって思いましたね。猫キャットさん貝殻ありがとうございます。なんかパサパサだ髪の毛が、漏れないですねやっぱり。やっぱりお化粧してないとダメだ。来週健康診断やから牛乳飲み、お昼抜いた、偉すぎる。私は筋トレをちゃんとしなきゃなって思ってるけど、会いたくなくて全然できない筋トレ大嫌い。でもやんないときついじゃないですか。だからやってるけどめっちゃきつい、ほんまにほんまにほんまにめっちゃきついよね。なんでけん、あの筋トレとかってあんなにきついんやろ。でもきついから、きついってことは効いてるってことやなって思いながら頑張ってるんですけど、それにさってきつすぎて無理だなって思っちゃう。私が一番苦手なのはなんかプランクが苦手で、じっとしてるのが苦手なんですよ。まずじっとしてるし腕きついし、なんか何もできないし、何もどこも自由じゃない、体中全部使ってるからどこも自由じゃなくて、どこも自由にできないんですよ自分の意思で。それがすごい苦痛で、めっちゃやだ、めちゃめちゃ本当に苦しいと思って、悲しい。でもね、体幹鍛えてダンスとか綺麗になりたいなって思うから頑張ってます。いつもと違う方向の分け目どこ行っちゃったんだろう髪の毛。ニコラスさんハートありがとうございます。イエーイ。動画見ながらプランクはいいっすよ。確かに
でもなんかさ、下に置くやん、床に。なんか首がこう下がっちゃって良くなるのかなとか思ったり思わなかったりしちゃって、すごい大変なんだよなんかね。でもきつい、動画見ながらでも超きつい。本当にキープする方が筋持久率つくし、インナーマッスル鍛えられそうね。私もインナーマッスル鍛えられてることを祈りながら筋トレしてるけど、本当に鍛えられてるのかなって疑わしく思っちゃう、どうしても。やだよね。でもさ、あった方がいいじゃないですか。頑張ってましたから、すごい生きる。なんか記憶筋トレの方の動画とか見ると、なんかめちゃ最初からめっちゃやんなくてもいいみたいな。最初は少なくてもいいから必ず毎日やるっていうことを意識しましょうみたいなこと言うんですけど、まず毎日やるっていうのがすごいきつくて、だから最近はね、なんかダイエットをしてる方々、ダイエットをしてダイエットの一環で筋トレしてるよみたいな人たちのツイッターとかを勝手にね、公開やかなんて見てもいいんで、権利的にあるから見させてもらって、こんなみんな頑張ってるし私もやらないとと思ってやってます。プランクは腰痛めにお腹を意識しながらやってるね。めっちゃきつくない？お腹ずっとさ、なんていうの、引っ込ませるっていうか力入れてやってるけどきついよな。普通に考えてなんか腹式呼吸みたいなのしながらやるっていうけど、まずそもそも腹式呼吸がきついやんと思って、なんていうのかな、腹式呼吸めっちゃできる人からしたらさ、そんな苦しくないかもしれないけどさ、みんなねめっちゃきついやんな。縮ましたり広げたりするのがさ、そうやってやってってさ、あのやり方を覚えていくやん。だからめっちゃきついねんな。しかも汗かくのよ、それが嫌なのよね。腹式呼吸の仕方がよくわからん。腹式呼吸はなんかお腹を風船だと思ってやるんですよ。膨らんだ時にお腹が膨らむようにする。でもお腹ね、うん、なんかお腹っていうか、私は背中を意識した方がやりやすいと思う。壁にめっちゃ背中つけてはーって息を吸うときに背中が膨らむ、背中で壁を押す感じになったら腹式呼吸が割とできてるんじゃないかなって思います。なんだろうね、やり方なんかちょっと分かんなくない？でさ、そうやって教えてもらったからそれを信じてずっとそうやってるけど、分かんないけど、そういう風になんかお腹を意識してねやるといいって言いますよね。やだよね筋トレ。だってなんか一番きつくない？あのダイエット界で、ダイエットっていうか体作り界でめっちゃきつい。でもご飯食べないのもきついやんね。だから私絶対食べちゃうし、筋トレもできないし、動くしかないね。体幹が憧れ、そうなりたいなって思うから頑張っちゃおうって思っちゃいますね。食事制限きつい、辛いけどみんななんだかんだみんなやってるよね。結構やっぱこういう人に見られる職業の人は別になんか自分だけ頑張ってるって思わないようにしたら意外となんかなんとも思わなくなる。ある程度はね、なんか本当に超きついやつとか本当にきついけど、食べたいの我慢するときにさ、食べたいの我慢すると私だけじゃないなって思ったら別にそのなんか一種の被害者意識みたいなのがなくなって、あんまりきついなって思わなくなりますね。おすすめです。皆さんプロテインを飲む、プロテイン苦手、なんか甘いやつが多いよね。甘いやつ嫌いなんだ、なんか飲めないの。だから私は探してるんで、なんか味のしないプロテイン飲もうと思ったけど、それはそれでなんかどうなのかなって思ったりして、ちょっと悩み中。まあ62日です。 62日、こっちの方が近い。62日です。ありがとうございます。62日ありがとうございます。猫キャットさん拍手ありがとうございます。ニコラさんも拍手ありがとうございます。大阪のターサさんブラボーありがとうございます。ありがとうございます皆さん、イエーイ。ワンさんさんも拍手ありがとうございます。62日でございます。
とうございます。そう、まあでも大丈夫です。私は自分の力でいろいろやってるんで、あまりあんまり言わないけど、別に何かしらするでね、さすがに、あまり気にせず。大阪のお父さんパチ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 ありがとうございます。ポンタロウさんくす玉ありがとうございます。ボンさんさんもくす玉ありがとうございます。猫キャットさん星ありがとうございます。そうですね、ちょっと今日はマスクですし短めなんで、そろそろこれにしようと思います。まあ、何かしらですね。私が激太りしたら怒ってください本当に、やばくないってくらいのまで来たら怒ってくださいないと思うけど、頑張ります、日々。よいしょ。じゃあ、ランキング読もうと思います。13位、マナフィーさんありがとうございます。12位が博多の細麺さんありがとうございます。11位がトニーカイさん、やばくないありがとうございます。10位がチェンさんありがとうございます。9位がおたわらさしこさんありがとうございます。8位が福岡のりょんぴさんありがとうございます。7位がトミョさんありがとうございます。6位が伊藤ごまさんありがとうございます。5位がダーさんありがとうございます。4位がはるかいさんありがとうございます。3位がニコラスさんありがとうございます。2位が大阪のターさんさんありがとうございます。1位が猫キャットさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。感謝感謝。短くてマスクをしていてごめんなさい。はい、じゃあ皆さんぜひいい夢見てくださいね。夜遅くに見に来てくださってありがとうございました。みなさん明日日曜日楽しみましょうありがとうございました。グッバイ、おやすみなさい。すやすや